おはようございます。昨日の夜中はですね、親のいびきに悩まされて全く寝れなかったので、今日は朝一番に温泉に入って癒してもらいに行こうと思います。鹿の湯源泉垂れ流し何すごい、本当に垂れ流されてる。日本語で話そう。いやー、温泉気持ちよかったんですけど、シャンプーとボディーソープが使用禁止で、一生体から硫黄の匂いする。なんか RPG に出てくる街っぽいわ。よし、来ましたね。パワー、これもう食べれるよ。これ食べない。パモン、これ食べれるよ。ごちそうさまでした。やばい美しい鼻にアイスつけた。憲法第3650条に書いてあるんですけど、橋本環奈以外が鼻にアイスつけてたら死刑になるんですよ、この国は。死刑が執行される前に、何としても魚の餌だけはあげていこうと思います。出た、魚の餌。よし、リセマラするか。行くよ。お魚の餌、来い。よし、なんだこれ。魚の餌だ。これが楽しくてやめらんないんだよ。はい、すごい牧場物語みたい。お散歩をやっていこうと思います。動かないじゃん。全然散歩 しないっす。どんな気持ち？帰りは牧場で買った飲むヨーグルトを飲みながら帰宅しましたとさ。めでたしめでたし。え、待って、待って、あんたさ、うんちしてるやん。にゃんじゃないよ、うん、自分の蚊がなくていいから。どういう気持ち今？ああ、なるほどね。はいはいはい、うん、分かったよ。